フランク・マイクラ・チャップマンフランク・マイクラ・チャップマンは、アメリカ合衆国の鳥類学者、著述家、銀行家である。鳥類の保護活動に貢献した。ニュージャージー・シューバー・ゲ軍のティニャクに生まれた。父親は、ニューヨークの法律家、銀行のコンサルタントである。イングルウッド・アカデミーで学んだ後、1880年に16歳で、父親の顧客の銀行で働き始めた。 銀行で働きながら、鳥類愛好家のディクソンやリカーと付き合い、1884年に鳥の渡りの調査に参加した。アメリカ町学会の創立メンバーで、アメリカ農務省で働く鳥類学者のフィッシャーに協力し、捕獲した103種の鳥をフィッシャーに提供した。1886年まで銀行で働いた後、鳥類研究に専念し、 1888年にアメリカ自然史博物館の学芸員、ジョエル・アサフ・フアレンの女子となった。1887年に博物館が購入したローレンスの提案を行ったことで知られる。1921年にアメリカ哲学協会、全米科学アカデミーの会員に選ばれ、ニューヨークリンネ協会のメダルを受賞した。著書、ハンドブック・オブ・バーズ・オブ・イースタン・ナオス・アメリカに、 対して、アメリカ蝶学会のウィリアム・ブリュースターメダルを受賞した。1913年に、ブラウン大学から博士号が贈られた。イギリス蝶学会、ドイツ蝶類学会、オランダ獣医師クラブの名誉会員に選ばれ、1911年からアメリカ蝶学会の会長を務めた。多くの蝶類学の著作に対して、全米科学アカデミーのダニエル・ジロード・エリオットメダルを受賞した。 アマツバメ科の蝶類の種、チャエツラチャップマニーや、タイランウ科の蝶類の種、フィリスカルツチャップマニーに懸命されている。ザ・オーブラーズ・オブ・ノース・アメリカの図版。ありがとうございます。